ただやさ、ショコラでございます。本日は非常に天気がいい。どうでしょうか、昼間の GoPro。 そして前回よりも声は張っているつもりです。それとちょっとだけ変わったのが、三脚のジョイント位置を変えています。と言っても多分お分かりいただけないと思うので、アイビスミニが今までついていた三脚の形状のままだと GoPro が若干斜めになって向こう向いちゃうんですよ。だから結構キュッて締めていたんですね。三脚と GoPro をかっちりと締めすぎていたので、細かな振動音などを拾っていた可能性があるので、9割ほど締めた状態で、今使っています。だからきっちきちに締めていたその三脚ネジのところをちょっとほんの気持ちだけどちょっと緩めているので、これで振動音とかエンジン音とかそういったものが変わらなければ、もうこれはこれでそういうものなんだなという判断で撮影をしていきます。天気がいいな。天気がいいんですけど、家を出た瞬間寒って思っちゃいましたね。秋だね。最近ですね、間食をしない生活をしているんですけど、そのせいというわけではないんでしょうが、お腹が空いてね、寝ようと思った時にお腹が空いててなかなか寝つけないんではないかと。やっぱり炭水化物は必要最低限取らないと、なんかこう睡眠欲と言いますか眠たさが来ないのかなとか思っちゃったりしてるんですけど、そんな 100% 炭水化物取ってないわけじゃないからね、多分純粋にお腹が空いてるだけだと思うんですが、ちょっとね寝つけないんだよね。こうやっぱりリミッターを解除する日が楽しみになるんですよ。どんだけ痩せるぞっていう気持ちもないし、どちらかというと健康でいたいっていう発想のもと行ってるので、なんか 2,3 日に一度はリミッターを解除して爆発的にご飯を食べるっていうのも次の日のやる気につながるので面白いですね。さあ着きました。どうなっているか撮れてからのお楽しみでございます。今あえて逆光の感じで止めたんですけど、車をね、どう映ってるかな、関係ないかな、あんまり。撮影日的にあと1週間ちょっとアイビスミニがいないので、試行錯誤しながら GoPro と向き合っていきたいと思います。はい、ではショコラでございました。また明日。